こんにちは、レオス。今日なんですけどもね、皆さんお待ちかねでございますわ。フェンチェン1の、19年秋冬一発目届きましたので、ご紹介したいかなというふうに思います。今期結構ガチ押しでいこうかなというふうに思います。はい、今回ご紹介するのはですね、カットソー系をちょっとね紹介、いたしますっていう形でございます。カットソーですね。T シャツ一型3色、ロンT一型3色、長袖のちょっとカットソー一型1色の、パーカー一型3色っていう形で、ご紹介します。これいいっすわ。まず半袖、はい、半袖ですけども、はい、こちらこれガチ押しアイテムです、今期の。私的。これ僕予約してます。個人オーダーしてますんで、これを着ようかなと思ってるんですけども。はい、半袖のカットソー、後で着てご紹介しますけども、もうね、やばいっしょ。ここにもう一枚こうぶら下がってるっていうデザインですね。だから T シャツのクルーネックが2個ここにあるっていうね、なかなか、まあ、面白い、デザインでね、非常にユニークです。ユニークかつブランドらしいかなっていうのが、この3色でございますね。これが半袖のタイプ。かつ、同じデザインでこちらロンティーでございます。はい。ロンティーです。はい。なので、まあ同じですよね。首元のデザイン同じなんですけど、半袖バージョンのロンティーバージョンがございますと。こちらも3色ですね。ホワイトとピンクとブラックという形です。はい。そしてこれ。これもなかなかおもろい形してて、まあ後で着てご紹介しますけども、カッティングというかパターンがね、これどうなっとるんじゃっていうか、すごい入り組んでる感じですよね。まあブランドの特徴でもあるんですけども、こういうような、はい、パターンカッティング、うん、らしいなっていうかアイテムで、まあちょっとリブ編みのクルーネックのカットソーでございます。はい。そしてパーカーですね。パーカー、はい、これも一型三色なんですけど、これもやってるねっていうか、わかりますかね。だいぶもう普通のパーカーをどういうことなんだっていう感じですけども、まあ後で着てね、どこがどうなってるか、どことどこが繋がってて、どこがどう切り離されてるかみたいな、なんかちょっとそういうちょっとね、構造的なんですよ。すごい非常に、うん、入り組んでるというか、構造が。すごい建築みたいなね、まあ、僕はそういうちょっとオブジェっぽい感じの、ニュアンスですね、はい、なので、まあ、ちょっと後でご紹介しつつ着ていこうかなと思いますけども、面白いです、はい、非常に。がこれが、白と、ピンクと、ブラックという形でございます。で今季が結構、まあ白黒もそうなんですけど、ピンクがねちょっとキーカラーということで、まあコレクション全体を通してちょっとこうポイントというか差し色みたいな感じで、ちょっとこう薄めの薄ピンクというかペールカラーのピンクみたいな、まあそういう色合いがちょっとこうポイント差し色となってきておりますんで、はい、まあ一応ポイントということでございます。はい。で一応そうですね、今季テーマが、まあ、家族ですね。三つ子かな、うん、三つ子確かそうですよね。でデザイナーのフェンさんが、まあ、中国ってね一人っ子政策だなんだっつって、まあ、子供がね制限されるっていうか、まあ、そういう政策あったと思うんですけども、そういう中でフェンさん確か3人兄弟だったんだな、確かね。っていうことで、なんかこうここにはあんまりその3っていうのが出てこないですけども、他のコレクションとか通すと、なんかちょっとファミリーとか家族とか、あと3っていう数字が出てきたりとか、まあなんかそういうようなのも一応まあテーマとしてありますっていう感じで、ございます。はい、そんな感じで一応じゃあちょっと半袖のねカットソーから着ていこうかなと思います。はい、着てみました。どうですかこれは。これいいんですよ。これお気に入り、やっぱ良くてですね。あ、ちょっと待って、最初に言います。こちら M サイズですね。サイズ、M サイズで、お値段2万4000円となっております。はい、こんな感じです。どうすか。まあ、ちょっとサイジング的なところからお話しますとですね、まあ、ゆったりめですね。全体的に。はい。ちょっとリラックスというか、リラックスフィットっていう感じですかね。はい。うん。まあ、こんな感じですよ。まあ、その極端にね、バカでないっていう感じではないですけど、まあ、ゆったりめかなっていう感じ。まあ、でもデザイン的にね、これあんまタイトな感じでできるようなデザインじゃないんじゃないかなと思うんで、
まあ、そういうサイジングでございます。はい、で、まあ、注目のね、フェンチンワンですよ。まあ、噂によるとね、今期からドーバー銀座入るかどうかみたいな噂ちょろっと聞きました。噂です。はい。っていう噂。はい。まあ、それくらい注目なブランドでございますけども、はい、こうやって見ていただいたら分かる通りね、非常にね、特徴的なデザイン、聞いてますと。はい。どうすか、これ。はい。だからね、T シャツ、なんだろうな、T シャツが2枚、こう、ベラ、ベラって着てるような感じ。逆さにこう、ついてるみたいな感じですよね。こっちに首として。まあ一応だからこういう風に袖がついてますけども、袖通せます。こっちは通せないですけどね。ちょっとこうずらしてペロンみたいな感じです。はい、ちょっと畳まってたんでね、シワがれですけども。はい、どうすか、これいいっしょ。これいいんですよ。これもうね、今の季節からすぐ着れるんで、うん、非常におすすめです。僕は白を着ようかなという風に思ってますけども、はい、白とピンクとブラックございますから。はい、でね、生地感なんですけど、生地がね、これめちゃいいですわ。生地めちゃいいですよ。で、どのようにいいかっていうと、まあ、僕が結構これ好きなんですけど、まあ、しっかりめ、厚みはまあ、ある程度あって、いわゆる普通のね、カットソー、ソフトなカットソーとはまたちょっと違います。ちょっとツルツルしてて、で、しっかりした感じの生地でね、で、厚みもあって、張りもあって、腰もあってみたいな。で、綿100なんですけど、この生地感僕すごい好きですね、これ。だから、ある程度タフだし、タフなんだけど、タフだからこうヘビーユーズしても多分これよれてくるような生地じゃないし、じゃあかといってね、なんかガシガシで、なんかちょっとこう着心地悪いというか肌触り悪いかって言われるとそうじゃなくて、ツルツルで。だからこれめちゃくちゃいい感じです、生地感は。僕が好きな感じの生地です。どうすか？よくないですか？はい。まだね、日本での取り扱いでも全然ないと思いますから、まあちょっとね、一味違う感じの面白い、新しい風を感じたいという方、ぜひともですよ、これ。はい、今すぐ着れますから、いいと思います。僕はガチ押ししてますんで。はい。中国の、今、非常に注目度高いデザイナーの一人かなというふうに思いますから。どうすか。よいしょ。このちょっと変態加減というか、ちょっと、うんってなるよね、これね。何やれと。こんなところにネックついてんですけどみたいな。はい、そういう感じで、非常におすすめですんでね、半袖今すぐ着れるかなというふうに思いますんで、はい、そんな感じです。まあ、こっちもおすすめですよ。はい、ピンクと、まあ、ブラックもいいよね。ブラックも、はい、ブラックもちょっとね、色味がね、あ、わかるかな。はい、こんな感じです。ブラック、ちょっと画面上なんかちょっと色あせて見えるけど、実際そんな色あせてる感じではないです。普通のブラックなんで。なんかちょっと押しかかってるように映ってたらごめんなさい。実際普通の、まあ、いわゆる、まあ、ブラックのお色なので。はい。ブラックもいいんじゃないですかね、ブラックも。はい。どうです？いいんじゃないかな、ブラックも。なんで、なんか色々ね、組み合わせ的に面白いんじゃないですか、ポイント作れるんで。ね、夏場ってあんまり、なんだろうな、シンプルになりがちだし、じゃあプリントTってなっちゃうじゃないですかね。こういうデザインのね、半袖のカットソーってあんまりないんで、あるようで。あんまりデザイン効いてる半袖、T シャツ、ないと思うんで。おすすめです。はい、じゃあ次ちょっと長袖バージョン着ていこうかなと思います。はい。着てみました、長袖です。どうでしょうか。黒もいいっすね。黒もいいな。黒もいいな、これな。はい、あ、すみません、最初に言ってきます。これも、サイズ、M サイズでですね、お値段が、2万6000円です。2万6000円。価格もいいでしょ。ちょっとさっき言わせたんですけど、こっち2万4000円、これ2万6000円とか。価格もいいじゃないですか。価格帯としても非常に良くて。変な話、これドメスティックのブランドでね、同じデザインで2万6000円とかでも、普通、価格帯がね、インポートなんですけど、いいんですよ。あ、そんなバカ高くないっていうか。ってことで、非常にいいです。はい、はい、そんな感じで M サイズでございます。はい、すみません、サイジング、まあ、さっきも言ったようにちょっとまあゆったりめでありますよね。身幅もちょっと大きめで、ただまあどうだろうな、そんなにまあ程よいリラックス感があっていい、うん、こんなもんだろうって感じですけどね。はい、そんな感じのシルエットサイジングでございまして、まあ、デザインは先ほどのね、T シャツと、まあ、同じではありますけども、ロン T バージョンということで、はい、いいですね。黒もいいっすね。黒もいいな。黒もアリス。うん。いいですね、これ。
秋口とかいいんじゃないですか、これね。ロンティーも捨てがたいというか、はい。クオリティもいいですよ、物としてのクオリティも非常に高くてですね、あの、いいね。やっぱちょ黒になると、やっぱなんかあれですね、生地の光沢がちょっとやっぱ分かりやすく出るというか、白よりも黒の方がやっぱちょっとこう光沢が出るというか、やっぱこの生地のね、ちょっと張り感というか、生地感がよくより分かるかなというふうに思いますんで、はい。どうですか？いいんじゃないですか。黒はちょっと締まりますね、キュッとね、またちょっと印象変わって。でもまあなんだろうな、デニムと合わせてもいいと思いますし、なんならあのスラックスね、ちょっとこうあのモードっぽくいってもいいと思いますし、結構ね使い勝手いいんじゃねと僕は思ってます。はい、いいね、生地が生地好きですね。はい、じゃあまあ次ちょっとデザインがガチガチのちょっとハイネックのカットソー着ていこうかなと思います。はい、着てみました、どうでしょうか。これもいいですね。これまたちょっとこっちの先ほどの長袖のカットソーとちょっと印象変わりまして、またちょっと違いますけども、はい、最初言っておきます。こちらサイズ M サイズでお値段3万8000円となっております。はい、どうでしょう。どうですか。3万8000円だな。 OK で、サイジングはこれはどちらかというとやっぱちょっとタイトめですね。タイトめな感じ、キュッとしてます。まあ、でなんかまあちょっと生地がねリブ編みなので、まあ、伸縮性はあるにせよ、どちらかというとジャストめな感じのサイジングでございますね。こうかっこいいな、これかっこいいな、シュッとしてちょっとスタイリッシュな感じでちょっとかっこいいですけども、はい。で、ちょっとね面白いのがね、これわかるっすかね、これどう説明して、まあ、まずここにバーッと1枚、こっからここまで生地が、布がありますと。で、この裏にですね、こういう感じなんですよ。で、これもどうなってるかっていうと、2枚の生地です。こっからバーっと来てる、ここ、こっちに来てる生地。だから、3枚重ねですね。前身頃に関して言うと、生地が3枚重ねみたいなイメージです。はい。で、こっちの生地は、まあ、この、こっからこうシューっと来てる。だからこうこう来て、その上にこう来てる感じ、わかります？だから1層、2層、上から3層みたいな感じのイメージです。はい、でちょっとこう普通に来ててもここはちょっと見えるっていう、だからインナーの色がちょっと見えます。はい、これは別に多分普通にわざとですね、わざとここはちょっと開けてスラッシュが入ってるみたいな、なんかそういう印象ですよね。横から見るとわかるんじゃないですか、ここ手取りますから、わかるかな、この感じで。袖がですね、袖も右の袖はまあ普通です。はい、特になんか切り込みとかそういったものはないですけども、左の袖の方はこっからこう入ってこっちに行ってる、わかるかな、シュッてこういう生地と、この下からこっちにシュッて布が出て、で腕がちょっと開きますんだから、ちょっとここもスラッシュ入ってる感じだから、まあシューシューみたいな、わかります。そんな感じですよ。はい、後ろはないです。後ろは特にないんで、はい、っていう感じのものでございます。大体ちょっと襟が高いハイネックな感じでございます。はい、綿なんで、素材がなんだろうな、だからこれからのシーズン秋冬ですから、ハイネックのニットとかね、なんかそういうものの代わりに、だからインナーとしてもいいんじゃないですか。これ1枚で着てもかっこいいと思うけど、十分ね、十分よ。何ですかあれみたいな、何あれみたいなちょっとこれも脳みそ混乱系ですけども、まあ1枚で着てももちろんポイント作れるかっこいいものですけども、まあ例えばね、ジャケットの中とかいいと思うんですよね。サイジングもこれちょっとジャスト目ですから、あんまり袖とかジャケットの袖に引っかかることなくスッと入れて、インナーとしてこう着て、いただくのもありかなと思います。で、まあ、伸縮性があります。リブ地なので、まあ、非常に着心地もいいですし、生地はね、まあ、厚さはまあ、それなりにあります。そんな薄くはないですね。かといって、まあ、めっちゃ厚いかと言われるとそうでもなくて、まあ、伸縮性があって、うん、着やすい。動きやすいですね。着やすい。コットン 54% の、ポリ 46% でした。はい。コットンがメインです。はい。そんな感じでございますね。生地感、ソフトな感じでございます。
いいんじゃないですかね。あんまってかないでしょ。ないっすよね、こういうカットソーは。僕も見たことねえっていう感じなんですけど。はい、なかなかこう天才系な、天才の、片鱗が見えるような、そういったデザインになってますね。はい、はい、複雑な構造でございます。はい、では最後ですね、パーカーをちょっと着ていこうかなと思います。はい、パーカーを着てみました。ピンクでございます。はい、どうですか。これもね、今紹介したちょっとハイネックのカットソーと同じような感じで、ちょっとね、面白い構造的なあのアイテムですから、まあ、最初に言っておきます。こちらですね、サイズ M サイズ、 M サイズで、お値段3万5000円でございます。3万5000円ですね。はい、こんな感じ。まあ、サイジングシルエットはやっぱり、まあね、スウェットのカットソーなんで、ゆったりめではあります。ゆったりめな感じで、ちょっとまあルーズな感じですよね。まあ、うん、そんな感じですよ。はい、まあちょっと肩も落ちますっていう感じ。まあでもパーカーなんでね、そんなもんでしょうっていう感じのサイズ感ではございますね。はい、どうですか。でなんですけども、どうなってるかっていうと、ね、まず前身頃、はい、これね、実はまあさっきも言ったように、はい、こう貫通します。シュッシュッ。だから一応ですね、普通のパーカーも、皆さん普通のフーディー、プルオーバーのフーディーイメージしていただいて、その前にもう一枚生地がこうブワーッとこうあるっていう感じです。だからここ皆さんちょっと分かります？ここ、あ、分かる、ここですね。ここちょっとポケット見えてるじゃないですか。これだからカンガルーポケットなんですよ、実はね。カンガルーポケット、だから普通のフーディーのポケットの前にこれが来てて、まぁ、ちょっとポケットの端っこが見えるっていう。だから一応こう、だから見え方としてはなんかこう3層あるように見えるじゃないですか。ね、1層目、2層目、3枚目みたいな。生地が3枚重ねみたいな。まあそういうイメージですけど、まあ実際はね、カンガルーポケットがここにありますから、ポケットがありますから、その上、前にこう、生地がバーッと1枚こう、シュッとカーブを描きながら配されてるという形でございます。でね、今季ね、結構この、わかります？生地の端っこにこれ、プリントとかじゃないんですよ。これ刺繍なんですよ、皆さん。これ実はの話なんですけども。刺繍です。はい。これ。すごいでしょ。ね、なんかこの生地の端、こう刺繍。腕のところにも刺繍ありますけど。はい。こんな感じで刺繍が。ちょっとこう生地のね、端の方に刺繍でこのような、ちょっとなんだろうな、かすれたような、なんか筆で描いたような、そのような、プリントではなく刺繍なんですよ。すごいでしょ、めっちゃ凝ってるでしょ。めっちゃ凝ってるんですよ。はい、まあそのような感じでございますね、前身頃で。まあ袖ですわね、皆さん袖に目がいくでしょ、さっきから。はい、袖どうなってるかっていうと、まあね、これも同じように普通のフーディーの袖をイメージしていただいて、そのこっちですね、こっちからもう一枚の生地がこうラップされてるっていう感じ。だからまあここは手が入って、はい、この辺も手が入って、だ生地がもう一枚こう、袖がもう一枚生えてきてるというか、こうラップされてるっていうイメージですね。でその縁にまたね、こういう刺繍がありますから、だからこうやってなんかちょっと着て肘を曲げたりすると、袖をこう曲がった時に生地がね、やっぱこういう風になるんですよ、カーブを描くというか。でなおかつここにね、刺繍が入ってるんで、ちょっとここに芯があるというか、ね、生地に芯を持たせるというか、まあそういうような意味合いで、ちょっとこうエッジが立つというかさ、生地がちょっとよりこう補強されて自立性が出るんで、よりこう曲げた時、袖を曲げた時とかに、ちょっとね、これどうなってるんですかっていうね。そういうニュアンスの見え方ができる。だから実際にこれ皆さん見ていただいてる見え方としては、なんかね、結構袖がめっちゃ太いんじゃないかって思うかもしれないですけど、別にそこまで太くないんですよ、袖自体。まあ普通のパーカーのフーディーくらい。でも見え方としてやっぱこうやってやると、こう生地がさ、こうなるわ、こうなってボリュームが出るんで、ちょっと見え方として、何ですかあの袖みたいな。そういう感じですよ。いや、面白いね。面白いでしょ、この発想というか。うん、やっぱちょっとすごいなって思いますけども、まあないじゃないですか、こんなパーカー。で、生地なんですけどもね、生地はね、スウェットの
あの裏毛のスウェットの生地でございまして、ちょい厚めかなっていうのが僕の印象です。ちょい厚めで結構しっかりしてますね。しっかりあの度詰めというか密度が高いなっていうしっかりめの生地です。まあ、そんな別にゴワゴワしてるわけではないんですけども、かといってね、はい、非常にあのいいかなと思います。だからまあちょっと生地のしっかりめな感じを、このフードの立ち上がりを見ていただいても分かると思うんですけど、まああのある程度やっぱしっかりした生地でございますね。まあちょいヘビーめかなっていうふうに思います。はい、ただね、あのこのパーカー1枚に使われてる生地の量はやっぱ普通のパーカーの 1.67 倍くらいじゃないですか、言ったら。こことここと、はい、なのでね、すごい面白いですね。着心地も、着心地はいいんですけどすごいなっていうふうに思います。はい、なかなかないじゃないですか。はい、なんで一応白とね、白とブラックと。でこのブラックはこれはね、ちょっとどっちかっていうとちょっと洗いがかかったようなブラックです。ちょっと色あせたような感じのニュアンス、うん、ちょっとグレーに近いかなっていう感じ、はい、色味として、はい、ぜひ参考にしていただいて。3万5000円って値段も良くないですかね、普通に、うん、だから価格帯で言うとあのカラーとかと同じくらいなんですよね、価格帯で言うと。実際もの、うん、まあ、カラーも今季のスウェット3万6000円とかでしたから、まああんまりそんなにカラーと同じくらいかなみたいな、ニュアンスです。はい、どうでしたか。非常にねいいと思いますんで、おすすめでございます。はい、まあおそらくね持ってるよっていう方の方が少ないとは思うんですけど、まあぜひねこの機会になんかカットソーとかは非常に取り入れやすいアイテム多いかなというふうに思いますし、なおかつなんかそのブランドらしさというか世界観も出てるし、うん、なんかいいかなというふうに思いますから、まあ僕は T シャツから始めますけども、ぜひまあカットソー類から取り入れていただいて、ちょっとなんだあれはとちょっと変態性を楽しんでいただければなというふうに思います。はい、そんな感じで概要欄から、リンク貼っておりますので、ぜひともチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんので、よろしくお願いしますというところでございます。はい、かっこいいと思いますので、ぜひともです。そんな感じです。ではまた。